そうね。ん？よし。よし。よし。ちょっと。なあ。このクリスタル電池がヒットすれば燃料業界に革命が起きる。僕たちグランリーフが技術力でこの世界を変えるんだ。いつか必ず僕のセンスに時代が追いつく時が来る。その日まで僕は絶対に諦めないぞ。みんなのおかげだよ。みんながいたからこそこの魔導ステッキを完成させることができたんだ。グランリーフが世界一の企業になる日もそう遠くない。その日までみんなで一緒に頑張っていこうじゃないか。あの頃の僕はなぜ？ムサカ、これが最後のメモリスよ。お願いだからあの頃のムサカに戻って、正気を取り戻して。昨日徹夜で作ったんだ。
世界最高のエンジニアが作ったものだ。君は絶対に気に入るよ。こんなの私の足じゃない。私は自分の足がいいの。こんなんじゃ私。シャリア、絶望するのはわかるよ。だけど僕たちはエンジニアだ。僕たちが持っている技術は人を豊かにする。苦しんでいる人だって人。そんな素晴らしい仕事を君はこんなことに負けてやめてしまうのかい？君が足を失っても僕が救う。もし僕が手を失ったとしても君が僕を救ってくれるんだろ？え？この足はただの機械じゃない。僕が魂を込めた僕自身だ。ありがとう、ムサカ。僕は社長だぞ、当然だ。このメモリスは…ムサカ、これを見て。今では技術が進み、人の足と見分けがつかないほどのものに交換することもできた。でも私は交換したりはしなかった。これは、この足は、あなたが私にくれた勇気だから。この足があったから、私はここまで来られたの。あなたは優秀なエンジニアであり、心から信頼できる社長であり、私の大切な友達だった。そして、誰よりも思いやりのある人間だったの。思い出して、ムサカ。思い出した。全部。僕は何をしているんだ！よかった、ムサカ。昔のあなたに戻ってくれたのね。ああ、すまなかったね。シャリアのおかげで大事なことを思い出すことができたよ。この揺れは。これはバルモディーン。なんと。何？ああ？ねえ。
そう。全スタッフに告ぐ。これより魔導融合炉の高圧縮チューブに全てのエネルギーを集中させるのだ。ですがプレジデント、それを行うと融合炉内の大出力エネルギーの大半は放出され、高圧縮チューブも融解してしまいますよ。それが何を意味するかプレジデントが一番ご存知のはずでは。そう、魔導融合炉は臨界点を突破して停止、二度と再稼働することはないわ。いいの？あなたにとってあれは大事な夢だったんじゃ。構うもんか。僕の夢なんかよりこの国を、国民たちを守ることの方がよっぽど大切だ。僕は社長なんだ。この会社を守る責任がある。今すぐ魔導融合炉の高圧縮チューブに全エネルギーを集中させろ。これは社長としての業務命令だ。了解しました。グランリーフ万歳。すごいや。さあ、なんとか足を攻撃するんだ。
これでやっと。まだだ。僕にはわかる。自分の国を、人々を守るために。今ムサカは命がけで魔導融合炉と戦っているって。だから僕は逃げるわけにはいかない。絶対に逃げない。エヴァン、うわ、なんや、ごっついパワーが流れ込んで。
から。うそーん、せっかくかっこええ感じの姿になっとったのに、どうして元に戻ってしもうたーん。よっしゃ。うん。ああ。ああ。これじゃあ、やめるだなんて言えないわよね、プレジデント。プレジデントムサカ、僕は二の国全てを平和な世界にしたいんです。それにはあなたの協力が必要です。どうか力を貸してもらえませんか。まあいいけど、報酬はたっぷりいただくよ。僕はプレジデントなんだからね。この二の国のため手を取り、ブラハバンの約定を結ぶと誓おう。共に守ろう二の国を。邪神ゴーラの復活を止めるか。はい、そのためにいろんな国と約定を結んできました。なるほど。では残るはゴロネールだね。しかしあの国は君の。覚悟は決まっているって顔だね。私は全権を握るプレジデントだ。グランリーフは君たちの力になるよ。ありがとうございます。ではシャリア、早速彼らに同行してくれるな。プレジデントの仰せのままに。いいんですか？シャリアはこの国でも特に優秀なエンジニアなんじゃ。だからこそだよ。中途半端なエンジニアをよこしてはグランリーフの恥だからね。というわけだからよろしく。機械のことで困ったことがあったら何でも私に頼ってね。爪楊枝から飛行船までエンジニアとして思う存分腕を振るわせてもらうから。エヴァンはムサカを魔晶器から解放し、グランリーフと同盟締結を果たした。さらにシャリア・ブラッケンという新たな仲間も加わった。彼女の持つ技術はエスタバニアの発展に大いに役立つだろう。これでブラハバンの約定を取り付けていない国はオロネールだけとなったが。ポンゴがいよいよ力を示したんだね。うん、驚いたよ。ポンゴがあんな風になるなんてね。なんかイメージと違った。これでグランリーフも安泰だ。うん。今のプレジデントムサカなら、たくさんの人をいい方向に導いていけそうだね。
グランリーフの人たちもお互いに信頼し合って強い絆で結ばれているし、きっともう大丈夫。僕もあんな風にみんなに信頼される存在になりたいけど、まだ先は長そうだ。エヴァンはエヴァンなりにやっていけばいいんじゃない？世の中にはいろんな王様がいていいと思うんだ。そうだね。ところでエヴァン、自分が一番信頼している人に裏切られるかもしれないって考えたことある？え？そんな時、君はどうするのかな？